お届けする曲、ゆったり皆さんがリズムに乗れるファンインザパーティー、バックビートで手拍子を皆さんにお願いしたいと思っています。そして次の曲は木曜テナークラスの知恵袋、太田市一押しの曲となっておりまして、圭一郎あさとアレンジのスティービーワンダーの名曲サーデュークをこちらスティルパンでお届けするという流れになっております。さあ皆さんも心の中に青い夏の空を描いていただきましょう。続いてはテナー初級クラスの皆さんの演奏です。大きな拍手でお迎えください。Thank you.
ありがとうございます。雨が結構降ってきましたけど、それも演奏盛り上げてくれたと思いますよ。木曜手回しを9クラスの皆さんに大きな拍手を送りください。傘を持ってる人はヒューヒューとかね、口でも拍手はできますよ。よかったよってね。はい、ぜひともカーニバルですから参加していただきましょう。ありがとうございます。まるでね、空からスティールパンの音色が訪れてくるかのようにキラキラと雨が降っていますけれども、はい、大丈夫ですか。いや、あなたが喋るんだからみたいなね、はい、なっていますけれども、さあ、素敵な、そしてご機嫌な曲2曲届けてくださいました。テナー初級クラスよりお二人にお話を伺いします。まずお名前からお願いします。高橋真澄です。はい、高橋真澄さんです。そしてもうお一方、はい、もうお一方が北田優子さん、こちらのお二人にお話を伺いします。とても素敵なアロハで夏のサウンドを届けていただきましたけれども、2曲演奏して今のお気持ちいかがですか。本番マジックが効いてホッとしました。素敵なマジックが効いたようですね。いかがでしたか。マイクをお持ちください。かっこいいですね。私失敗しませんからぐらいのね、はい、雰囲気があってね、ちょっと今キュンとなってしまいましたけれども、さて今年はですね、少し潤いのあるステージとなりましたけれども、この後からも素敵な演奏が続きます。スティールパンカーニバルの参加は、もう何回目かになりますか。2回目ですね。2年前の、2年前のこちらの演奏を見て私もやろうという気持ちになったということです。ちなみに、こちらのような大きなステージは何回目ぐらいになりますか。3回ほど大きなステージを踏まれましたけれども、その中でも今日のステージいかがでしたか。やりきりました。はい、やっぱり締めは ほぼ私失敗しませんからというね、やりきりましたというのは、やはり半年間、こちらのレッスンを、同じクラスの皆さんと続けてきたその成果を本日こちらのステージで全てとても気持ちよく楽しく出し切れたというのが、このお二人の笑顔を表していると思います。さあ、傘を持っている方は素敵という声も拍手に数えますので、ぜひともお二人に素敵な拍手をお送りください。ありがとうございます。素敵やで。ありがとうございます。はい、